広明学院チャペルと横、小山広明学院中学校、高等学校は、兵庫県神戸市須磨区横を9丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、キリスト教メソジスト派の私立中学校、高等学校、一貫校、関西学院大学継続校であり、10年一貫、教育、学校法人関西学院を中心とする、ランバス関係姉妹校の一つである、 また、日本放送協会学園高等学校協力校でもある。中学1年時から読書という授業が行われ、本の読み方や段落のまとめ方、レポートの書き方、図書館の使用方法を学んでいる。それらを土台として、高校2年から学術研究という科目に発展し、自然科学系、人文科学系などの本一冊を題材とした講座が、 教諭により開講され、興味のある講座を選択し、2年間にわたって研究を進めていく。また、研究の成果として、卒業までに、原稿用紙30枚程度の卒業論文を提出する。水曜日を除く週4回、授業後に、駆け足と呼ばれる、中学全校マラソンがある。また、キャンプが非常に多い。例を挙げるならば、中、高1年生が行く。 オリエンテーションキャンプや中2ではチンタオキャンプという無人島キャンプに行く。部活動は熱心であるが、特にアメリカンフットボール部とチアリーディング部には力を入れている。ありがとうございます。